日本政府が、次期戦闘機 F3 を輸出するつもりらしいぜ。輸出に成功するといいんだけど、成功させるために、装備移転三原則の見直しを検討しているんだ。どんどん見直していかないとね。ということで今回は、日本政府、次期戦闘機 F3 輸出を視野に、防衛装備移転三原則の見直しを検討をお送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、日本政府は次期戦闘機についてイギリスと共同開発する方向で、最終調整に入っているんだが、これに合わせて武器装備移転三原則の運用指針改定を、本格検討する見込みという報道が某新聞社などで複数の媒体で取り上げられているんだぜ。ふむふむ。そして、F2 の後継となる次期戦闘機であり、イギリスが、イタリアなどと共同で進めているのがテンペスト計画なんだ。テンペスト計画、ごくり。日本は、2035年の開発完了を目指して、次期戦闘機の開発を進めているんだぜ。なんで2035年なのよ？それは、2035年に航空自衛隊が使っている F2 戦闘機が退役を、開始するので、それまでに開発を終えたいからなんだな。ほほう。そんな F2 は日本がアメリカの F16 をベースとして改良を加えた、戦闘機なんだぜ。しかし F16 と似ているのは形のみで、設計図の 95% は違っているとされているんだ。95% とか、もはや別の人の子ね、意味深。何が意味深なんだわら。まあ、F2 は2011年に最後の機体の納入が完了したんだが、日本の防衛産業にとっては、国産戦闘機の製造ラインが閉じてしまったのと同じことでもあったんだな。そうよね。だから、生産ラインや技術者の維持を図るためにも、F2 に代わる国産戦闘機が望まれてきたわけだ。うんうん。それに、国産戦闘機が必要な理由としては、生産基盤の維持に、加えて、日本にあった戦闘機が必要ということもあるわけだぜ。日本仕様の戦闘機が必要なのね。ああ。日本はミサイルなどの開発も行っているが、アメリカ製の戦闘機では、国産のミサイルを使うには別途改造が必要になる場合も多いわけだ。じゃあ、改造しちゃえばいいんじゃない？それが、勝手に改造してはいけない決まりがあって、改造する際には試開発元開発国の協力が必要になるんだぜ。めんどくせえ。こうした理由から次期戦闘機は、国内で開発することになったというわけだな。2020年10月に、岸本防衛大臣が三菱重工を開発主体に選定し、正式に契約を結んだこの次期戦闘機は、ステルス性能、高性能レーダー、センサーを備え、無人機との連携可能というのがコンセプトになっているんだぜ。おお。とはいえ、日本が単独で戦闘機開発を行うのはハードルが高いのも事実だ。うんうん。日本は、共同開発や部品供給を行ったことはあるものの、日本のみでの開発は行ってこなかったんだな。こんなに技術力があるのに？ああ。昨今の戦闘機開発はステルス技術など高度化しており、開発費も高騰しているために、リスクを、分散するために国際共同開発が選ばれているから、ぜひとも日本の技術力を活かしたいわけだ。存分に活かしちゃってください。だが、日本の次期戦闘機も、海外との協力を行うことが前提になっていたんだな。当初は、F35 を生産しているロッキード・マーティンが選定されると見られていたんだが、2022年5月にイギリスの BAE システムズが協力企業となると報じられたんだぜ。イギリスと協力して開発するのね。ああ。なぜか、ロッキード・マーティンは技術情報の開示などで折り合いがつかなかったからな。ロッキード・マーティンっていつも独自路線を追求するからね。しかし、ロッキード・マーティンはメインの協力企業からは外れたものの、アメリカとの相互運用性の確保のための協力はしていくと見られているんだぜ。それなら最初からアメリカと開発しなさいよ。まあ、航空自衛隊はアメリカ空軍と共同での訓練や作戦を行うことが多くて、相互運用性が不可欠だからな。しょうがないか。さて、そんな日本の次期戦闘機は三菱重工と BAE システムズが協力して進めていくことになっていたわけだ。うんうん。一方、イギリスがイタリアなどと進めているのが、テンペスト計画で、テンペストは、イギリスなどが開発を進めている次世代戦闘機であり、イギリス空軍などで、運用しているユーロファイターを置き換えるために開発されているものなんだぜ。ユーロファイターを置き換えるなんて、どんだけ高性能な戦闘機になるのかしら？ほんとだな。その基本的なコンセプトとしては、無人機との連携、コンフォーマルタンク、コンフォーマルウェポンベイの装着、高エネルギー兵器、電力供給の大きい小型エンジンの搭載を掲げているんだぜ。強そう、コナミ艦。実は、もともと、テンペスト計画では、日本にも参加の打診があったんだ。そうなの？
しかし、日本政府は、日本が主導する開発をあくまで進めるとして、参加の打診を立っていたんだぜ。日本かっこいい。だが、今回の報道では、双方の開発を統合し、共通機体を共同開発するとしているわけだな。最後まで日本独自の路線を突き進んでほしかったわね。まあ、これまでにも日本とイギリスの協力は進んできた経緯があるんだぜ。日本は、2021年12月22日に、次期戦闘機のエンジン部分でイギリスと共同開発を行う方向で実証事業を、2022年1月から始めると発表していて、2022年2月15日にイギリスの国防省が、テンペストと、日本の次期戦闘機に搭載予定の戦闘機用センサーの共同開発に向けた研究を行うという基本合意書への署名を発表したんだ。ふむふむ。その後も、イギリス側は技術開示を含めて、日本と対等な関係を築くと、強調しているんだぜ。そして、この対等な関係というのが、共同開発では重要なんだ。どうして？日本は長年武器輸出を行っておらず、その技術力については実証されていないというのが実情なんだな。確かに。まあ、訓練などでは性能は示せているわけだが、肝心の実戦経験がないので、評価ができないんだぜ。日本はアメリカと戦闘機の共同開発などを行ってきたんだが、アメリカの開示は不十分であったり、日本が開示しているのにアメリカは開示しない部分があったりと不公平であったのも事実だろ？アメリカって自分たちの方が上に立とうとするからね。ああ。もっとも、アメリカは技術開示については、日本以外の国に対しても消極的なため、これは、アメリカの方針と言うべきだがな。一方、イギリスは日本との協力を積極的に進める方向なんだぜ。ほほう？イギリスは、日本の次期戦闘機計画に参入することで、日本市場への足がかりとしたいという狙いもあるようなんだ。日本市場がそんなに魅力的なのかしら？今までは、自衛隊の装備は国産もしくはアメリカ製の装備が中心で、欧州勢の参入する余地はなかっただろ？うん。今回、次期戦闘機計画にイギリスが参画すれば、アメリカ製が中心と、なっている装備品も欧州勢のものへと切り替わる可能性が高くなるんだ。そうか、アメリカ主流からイギリス主流になるかもしれないのね。ああ。そうすればイギリスが天下を取る日がやってくるかもしれないというわけだぜ。イギリスも抜け目ないわね。しかも、次期戦闘機計画を共同で進めることで、あらかじめ戦闘機の企画設定に、関与すれば、ミサイルの共同生産などにも協力は広がっていくと思われるんだ。どんどんイギリス産兵器が世界中に増えていくわね。さて、テンペスト計画にはイギリスだけでなく、イタリアやスウェーデンも、参加しているわけだが、ヨーロッパ諸国は国防費を削っており、調達数を減らしている現状があるんだ。ふむふむ。それは、ロシアのウクライナ侵攻があり、防衛費増額の議論がなされている。現状でも、そう簡単には軍事拡大が進まないことを示しているんだぜ。難しいのね。その一方で、イギリスを中心とする開発計画だけでなく、ドイツとフランスが進める計画など、次期戦闘機をめぐっても複数の開発が存在し、互いに需要を食い合っている状況なんだな。うんうん。一方、日本は C 国の脅威を最前線で受けており、防衛費の増額についての抵抗はないわけだ。しかも、日本は少ないとは言われているが、日本の防衛費は2020年の段階で世界第9位なんだぜ。むしろ多いじゃないの。そうなんだ。今後も防衛費の増額が期待されており、市場としては有望であることに変わりはないんだぜ。これは有望ですわ。こうしたこともあり、イギリスは日本市場に参入したいということなんだな。他方で日本にとっても、これはメリットがあるんだぜ。どんなメリットがあるの？先ほども紹介したように長らく日本には輸出の経験がなかっただろ？うんうん。だから、日本製の装備が海外で使われることもなかったんだな。確かに、カタログスペックは重要だが、使用されないので実情がわからないというのが事実だったんだぜ。そうよね。また、武器輸出三原則が緩和されたとはいえ、日本企業に輸出の経験はないわけで、各国に装備を輸出している。BAE システムズと共に開発を進めることは、日本企業のスキルアップにもつながると思われるんだ。おお。そして、BAE システムズの販売網の活用も可能になるから、一石二鳥なんだぜ。イギリスとの共同開発、大歓迎だわ。まあ、それに合わせて国際標準の開発体制を作る必要があるわけで、今回の日英の戦闘機開発計画の、統合に合わせて、防衛装備移転三原則の運用指針の見直しを行う見込みと報道されているんだな。防衛装備移転三原則？ああ。防衛装備移転三原則は、武器輸出三原則を改定したもので、かつて、日本政府は武器輸出三原則によって、武器の輸出を厳しく制限してきたんだ。ふむふむ。
しかし、兵器が高度化し、国内需要だけでは賄えなくなったこと、国際的な潮流として共同開発が、選択されるようになってきたため、武器輸出三原則は実情に合わないとして、緩和が求めるようになってきたんだぜ。そういうことね。こうした声を受け、2014年に防衛装備の海外移転に関して、武器輸出三原則等に代わる新たな原則として作られたのが、防衛装備移転三原則なんだ。これが防衛装備移転三原則なのね。しかし、緩和が行われたとはいえ、国産の装備の輸出には繋がっていないんだな。輸出は、行われていても、アメリカ製の武器に積まれている部品がほとんどなのが現状だ。なぜなら、防衛装備移転三原則でも厳しい制約が加えられており、それが輸出を妨げているという現状があるからなんだぜ。どうにかしてよ。そのため、日本政府は2020年末に改定する国家安全保障戦略に、運用指針を見直す方針の明記をして、防衛力強化に乗り出したんだ。日本が一番だってこと見せてやりましょうよ。ああ。次期戦闘機開発が今後どうなるのか注目が必要だぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。